長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいつも長谷川豊の YouTube チャンネルをご覧いただいて本当にありがとうございますさあこの長谷川豊の YouTube チャンネル本気論チャンネルなんですが大変多くの方々にチャンネル登録をしていただくきっかけになったのがですね、えー、以前挙げた共産党の正体とはっていうですね、えー、まあまあ 別の番組で経済評論家の常年司さんとかも,もうすでに取り上げている話ですし、まあ、その話を引用しながら共産党の正体って本当ま,あま,あちょっとまずいよねっていうような話をしたんですけれどもそれがずいぶん11万12万人ぐらいの方々にまあ述べにすると見ていただいたということでそれでチャンネル登録が一気に増えたっていうのも、ね、あるんですけれどもそこで長谷川は本日調子に乗ってこちら共産党がどうやって嘘を作り出すのかっていうテーマで少し話をしたいと思います。 香ばしいですね、えー、まずこちらをちょっとご覧いただきたいんですがはいこちらなんですけれども6月3日はい2017年の6月3日なんですが100人が参加ストップカジノ委員千葉開くなんていうね、えー、そういう記事があるんですけれどもちょっとご覧いただきましょうね、えー、たくさんのデモ隊がいますよね デモ隊というか、もう更新ですね、そうですね、上、えー、りを持って、プラカードを持ってますね、ストップカジノみたいなね、はい、でそれでストップカジノイン千葉みたいなシンポジウムが開かれたんですみたいなねことが書いてあるんですけれどもね、あのー、そうですね、この記事のですね、ちょっとこれ <laughs>、こっちの写真、こっちの写真見て,見ていただきますこっちの こっち側の写真ね、ね、はい、こっちのの写真ここをここ、ね、見てほしいんですけれどもね、ね、えー、ちょっとアップにしましょうね、はい、それがこちらでございます。はいえーっとですね、皆さん、ひょっとしたらですねこれ、ですねどっかでですね見たことがある後ろ姿なんじゃないかななんていうとう、ねえー、思うんですけれども、はいそうです私、ですね、えー、2017年の6月3日に行われました、このストップカジノイン千葉参加しております。 共産党のゴリゴリの大会に私、長谷川豊が敵陣に乗り込んでいっておりますのでその時の話をシェアしようと間違いなくご覧ください、はい、僕の頭でありますね、はい、実はねあのその話に関して言うと僕、本気論、本音論という公式コラムがあるんですけどそこにも書いてます、はい、ご覧のように、えー、共産党しかいない火事の反対集会にあえて参加してみた想像以上の 参上だったったていうね <laughs> こういうタイトルでちょっと書かせていただいたんですけどもいろいろ書かれてますね「ストップカジノ」というシンポジウムが開かれてすごくたくさんの人が集まってデモ行進を行ったんだもう千葉市民っていうのは本当大勢の人がカジノ反対してるんですよまあ嫌だよねみたいな感じの情報操作される記事なんですけれどもえはっきりと申し上げます。 大嘘でございます皆さん完璧な大嘘ですこれねすごいなと思ったんです僕は感心をしました正直に言いますこれいいとか悪いじゃなくて普通に感心しましたまずストップカジノなんていうことを Facebook で流れてきた広告で僕は見たんですけど一行も書いてないわけですマジで一行も書いてないです何て書いてあるか カジノや IR について考えるシンポジウムって書いてある。カジノや IR について考えるんであれば、千葉の IR を誘致を頑張ってしようと、そういう運動をしている僕にとっては非常に興味ありますよね。そこで参加し,したわけです。ところが参加して座るとですね、えー、紹介される議員さんたち、千葉市議会、千葉県議会の議員さんたち、はい、全員これが共産党員なわけですね。共産党の議員しかなぜかいない。 で、そして、鉢巻き巻いてるような人しかいない。で、壇上に上がった先生が、とうとうとカジノの悪口を言い続けるんですけれど、これが絶望的に勉強不足。なんで千葉でこの人が喋ってるんだかさっぱりわかんないんですけど、なんかあの時多分ね、静岡あたりから来た人なんですよ。静岡あたりから来た大学の先生が、ベラベラ、ベラベラカジノと IR の悪口を言い続けてるんですけど、いくつもの事実誤認がある以上に、 まああのー、私なんですけど、ラスベガスとかはね、まあ行ったことはないんですけどね、まあでも大体分かりますよねって言いながら喋るんですよ。お前ラスベガス行ったことないんかいっていう。ラスベガスにも行ったことないし、IR 見たこともない人間が、IR の悪口すごい勢いで言ってて、まあ分かりますよねって言ってるんですよ。で、その人静岡の人だから、もう僕たち千葉県千葉市に住んでる人間からすると、失笑レベルの間違いいくつもしていて、 あの、千葉市の中にある土地は千葉市のもんだと、あの先生勝手に勘違いしてたっぽいんですけど、千葉市の中でも一部千葉県管轄の土地ってのがあったりするわけですよ。その誘致してる僕ら誰でも知ってるんだけれども、でももうその千葉県の土地も千葉市長がね、ここに好きに呼べばね、みたいなことをとうとうと語ってるんですけど、千葉市長別に関係ねえし、みたいな。もうそんな話を延々言った挙句ですね、もうそのクローズドな空間で熊谷さんって言うんですけど、千葉市長はね、 カジノ賛成なんですよって言い始めて。全然賛成なんか熊谷市長一言も言ってないわけです。でもあのノータリン市長はね、って熊谷さんのことをノータリンとか言いながらですね、もうもう罵倒にすぐ罵倒してるわけです。で、いやちょっとさすがにちょっと質問しなきゃいけないなと思うじゃないですか。なので僕質問しようと思って手を挙げようとしたんですけど、なんとシンポジウムで1時間半の講演を聞いた後なのに、なんと驚きの質問時間ゼロ。質問受け付けず。 いや、あえー、何かいみたいな、質問できないのかいみたいな、で、さあ、皆さん、私と封筒を渡してあの開いてくださいって言われるわけですよ。で、もう、はい、分かりましたっって、封筒をぱーってこう開いたんですよ、なんと、その封筒の中にあったのが、この見てください,、はい、デモ隊の持ってるこのストップカジノ、ちょっと小さいいと思いませんここれ、ね、このストップカジノ小さいと思いません はい、これ A4 の用紙になってるんですけれど、封筒の中に入ってるわけ。これ持って、今からシュプレヒコールをあげましょうと言って、逃げられない状態で誘導されていくわけです、これ。カジノの説明会とかカジノの勉強会つって参加してるんですよ。参加してるのに悪口散々言われた後、そのままなだれ込むようにあの中に参加させられるんですよ。さすがに僕逃げましたよ。いや、これ映ったらやばいわと思って。 さすがに逃げましたけど。で、御用達となっている朝日新聞とか日経新聞の記者がバシャバシャ写真撮ってるんですよ。でも100人のが参加したストップカジノインチバーとか言ってますけど大変申し訳ない。見ていただいてお分かりの通りなんですけれど、100人は全く参加していません。いて5、60人です。いて5、60人で、それで70メートルか80メートル歩くんですね。 カジノ、反対カジノで IR で、カジノで経済効果はありませんっていう大嘘を散々言いながら、5、60メートル歩いて、それを朝日新聞のご用意したしの記者とかにパチャパチャパチャとらして、えー、それで終わりました。すごくないあのですね、なんとなく反対されてるらしいんだよ的な、 大嘘をイメージで作り上げるために共産党さんんっっててああいう宣伝工作とイメージ戦略をやってるんですね僕ね逆に感心しちゃってすごいうまいなと思いましたメディア戦略天才かと思いましたやってること全部嘘なんですけど100人なんか参加してないしシンポジウムで喋ってる内容が事実誤認だらけだし経済効果あるし当たり前だけどもうね嘘しか言ってないんですけど 興味あって参加したら、そのままデモ隊に参加させられるんですよ。怖いですよ、皆さん。あの、皆さんの周囲でもですね、Facebook とかで、ちょっと一緒に考えませんかみたいなシンポジウムあってですね、行って共産党の議員とかが前に座ってたら気をつけてくださいね。多分、シュプレヒコール上げさせられますからね。僕は、ギリ逃げました。強行に逃げて、ギリセーフでしたけど、後の人はなんかよくわかんないまま参加させられてました。いやー。 恐ろしい集団ですねほんとね嘘は良くないと思うよ共産党さん長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みますお楽しみに